秘境の入り口があるなんて不思議だな。入り口があんなら出口もあるはずだ。入ってみようぜ。うむ、本で読んだものと同じだ。周囲にあるのは古くから存在するリーウェの岩石だろう。この秘境、おそらくかなり昔からあるようだな。こんなところに。あ、今しがた降りてきたところだ。轟音が聞こえたゆえ確かめに来た。うっかり落ちちゃったのか。ならオイラたちと一緒に行動しないか。遠慮する。我には他にすべきことがあるからな。人探しだ。ここはお前たちが来るような場所ではない。早々に立ち去るがいい。相変わらず風のように現れて風のように去っていくな。さっきのんちゃん、かなり気合入ったやつだったな。この俺様と互角にやり合える手だれみてえだった。牛使い野郎のくせにその自信どっから来るんだよ。あの方を一人で行かせて本当にいいのか。あいつは一人で行動するのが好きなんだ。それに人の話なんか聞かないしな。でもすごいやつだから放っておいても大丈夫だと思うぞ。みんな気を引き締めてちょうだい。この先何があるかわからないわ。周囲によく注意して常に心構えをしておいて。お前らを仲間と認めはしたが、俺様にはずば抜けた才がある。こいつの注意も案内も俺様には必要ねえ。親分。ああ、わかったわかったよ。オイラはイェランがいると安心感が増すけどな。牛使いやろ、外国から来たんだからみんなと仲良くしないとダメだろ。空飛ぶチビスケ、お前はこの国のやつじゃねえだろ。この形式の迷宮は確かにリーウェならではのものだ。なんつう珍しい場所なんだ。急いでなけりゃここの景色を堪能できたかもしんねえな。出ようなんて思わないでよね。はっ、よっ、はっ、やー、一緒に遊ぼうよ。ふっ、た天道、ここにあり。風だ、みんなを守るからね。と、ふっ、えい、ほっ。Thank you.
シック。いや、はっ、痛いから我慢しろよ。いや、来い、ガンザンハチク、えい、ほっ、逃げようなんて思わないでよね。ここだよ。元気出してよ。はっ、はっ、いや、隙を見せるのはほんの一瞬だ。はっ、難攻不落と、おかしい、どうなってやがるんだ。オイラたち戻ってきちゃったのか。ここさっき通った場所だよな。うん、出発地点のようだな。俺らは道を間違えてねえはずだ。ずっと出口を目指して進んでた。道を戻ったりもしてねえ。ええ、私もそう思うわ。旅人、俺ら道を間違えてねえよな。どういうことなんだ。そういや、稲妻にはこんな話がある。商人が夜道を歩いてると、タヌキが妖術で同じところを一晩中さまよわせるらしい。夜が明けるまで抜け出せないとか。木田商のことだな。オイラも知ってるぞ。なら話が早い。つまり俺たちは今そういうのに遭遇したってことだ。だが心配いられ、俺様には邪気を払える助っ人がいるからな。こういう時はそいつを呼べばいい。イットって鬼なのに邪気を払える友達がいるんだな。なんていうか肝が据わってるな。鈍いとこが親分が楽しく生きていけてる理由だから。入れよ、牛尾。うーん、こいつが荒竹派の隠れ構成員、牛尾だ。うーん、おう、牛尾が挨拶してるみてえだぜ。お前らこいつのことは牛岡、牛兄貴って呼んでやってくれ。牛尾は道を探すのが得意なんだ。こいつに案内してもらえば一発だぜ。隠れ構成員なんていたのね。私には頼りなさそうに見えるんだが。さあどうでしょうね。行け牛尾、俺たちのために道を切り開け。
どうしたんだ？道に沿って全部探したらしいが、出口がないらしい。いや、入れるのに出られないわけがねえ。くそ、俺様が見てくる。気づいたか？最初、私たちは上の方から落ちてきた。つまり、高いところに出入り口があったはずだ。それが今はなくなっている。一体、これはどういうことだ？この地底の建物は、思ったほど単純ではないようだな。この辺りを調べてみましょう。この辺、岩壁だらけだな。もしかして、オイラたちが勘違いしてるだけで、本当は落ちてきてなんかいないんじゃないか？おい、なんだ？怖くなったのか？別に、オイラは怖がってなんかないぞ！お前が怖がってんの、牛は感じ取ってるみたいだぜ。心配すんな。もし怖けりゃ、いいえ、俺たちが守ってやる。立ち止まっててもしょうがねえ。もう一度探すぞ。しのぶ、お前は恩人と一緒にいろ。俺様は旅人とパイモンを連れていく。わかった。みんな、くれぐれも気をつけてくれ。恩人だなんて大げさな。私のことは縁起でいい。それにしても、さすが荒滝派の親分だ。イットさんは統率力に優れているんだな。それほどでもねえよ。それから、俺様に、さんなんていらねえぜ。イットって呼んでくれ。お前らとは仲間になるって約束したんだ。助け合わねえとな、パイモン。怖いなら、俺様が目を覆ってやるぜ。本当に出口がないなんて。一体どうなってんだここは。親分、そっちはどうだった？それにさっきチラッとだが人影を数人見た気がする。角の生えた化け物とか出てこなけりゃいいが。冗談なんか言ってる場合じゃないけど、お前だって角の生えた鬼だろ。そうじゃねえ。俺様が言ってんのは姿が消えたりするほど化け物だよ。あ？イット、お前まさかお化けが怖いのか？あらら、バレてしまったみたいだな、親分。そんなわけねえだろ。でたらめ言うだ。イットの反応を見てたら急に怖くなくなってきたぞ。おい、牛使い野郎、怖いならオイラ様が目を覆ってやるち。どうやら他にやることを探してこの緊迫した空気を和らげないと。塩少々、胡椒少々。ああ、焼きスミレウリだ。美味しいから食べてみてくれ。ああ、塩味と甘めの味付けの2種類あるんだが、どっちがいい？そうか、じゃあ2つやろう。このような状況だからこそ、心の平穏を保つのは大事だ。もし私の推測が正しければ、ここには私と親分が知ってはいけない秘密があるんだろう。安心してくれ。親分が首を突っ込まないようにしておくから。おう、食べ物を焼いているのか。エンヒさんもどうだ？いや、私はお腹が空いてないから後でいい。そういえば、忍と会うのは久しぶりだね。ああ、前に会ったのは私がリーユへの学校に通っていた時のことだ。エンヒさんが先生の代わりに授業をしてくれた。授業？ああ、思い出した。確か冬だったか。みんな、エンヒさんの授業はとても面白いと言っていたよ。そう考えると、私はエンヒさんのことを先輩と呼んだ方が良さそうだ。悪くない呼び方だね。
気に入ったよ。まさか後輩とこのような問題に巻き込まれるとは思ってなかった。これもある種の縁というものだろう。ああ、しかも面白い知識を教えてくれるから学生の中でもかなり人気があったんだ。しのぶはお世辞が上手だ。全員ここにいたのね。ユラン、手分けして探したんだが出口は見つからなかった。そっちは収穫あったか？なかったわ。それからあまりこれは言いたくないのだけど、心して聞いてくれるかしら。もしこのまま道が見つからなかったら、しばらく地下で過ごすことになるわ。うん、やはりそうなるか。わかった。でも入ることができて出ることのできない地下空間なんてありえない。引き続き試行錯誤してみるつもりよ。みんなも出口につながりそうな場所を見つけたら安全に気を配りながら調べてみてちょうだい。おい、そんな真剣な顔して何かするつもりか？そう、あ、そっか、あいつに助けてもらうんだな。おう、じゃあやってみようぜ。一度見てくる。この俺様、新たに天下独尊の力があれば。親分。なんだ、そんなマジな顔して。焼きすみれ売りだ。はあ、こんな面倒ごとの真っ只中だってのに、のんきにすみれ売り焼いてんのか。ほれ見ろ、聞いたか、牛尾もお前が正しいって。って牛尾、お前どっちの味方してんだよ。補給はとても重要なことだ。十分な体力と安定した精神状態でなければ未知の脅威にも対応できない。牛尾もそれを理解しているんだろう。お前ら揃いも揃ってん。すでに食ってやがる。つうことはもう焼けてんのか。いい匂いじゃねえか。わかった、とりあえず腹ごしらえといこう。全部食べるなよ。俺様にも二つぐらいよこせ。まさかこんなところに閉じ込められるとは。参ったな。たとえ私に知識があってもその大半は法律に関するものばかり。脱獄のことなどさっぱりだ。まあ、お父様と楽しく生きることを契約している身だ。少なくともここで落ち込んではいけない。いい方向に考えるんだ。そう、ここで見聞を広めたり旧友と親睦を深めたりするのはいいことだと。うん、そうだ、これはいいこと。よし、兵器新速。現在出口が見つからないという至極厄介な状況にあるわ。もうしばらくここに閉じ込められることを覚悟しておいてちょうだい。
幸い物資は今のところ足りているし、この一時しのぎのチームにも危機的状況への対処に長けた人物がいる。君たちも気をつけてちょうだい。あとは私に任せて。することがない。暇だ。外の世界を自由に走り回りたいぞ。じゃあ、自由に飛び回りたいぞ。とにかく外に出たい気持ちでいっぱいだ。一日？おいらは何ヶ月も経ってる気がするけど。いや、何ヶ月は大げさでも、少なくとも20日以上は経ってるだろ。よう、こんなところでだべってたのか。あ、来たな、牛使い野郎。みんな、さっき辺りを一周してみたんだが、今日も収穫はなかった。そうか、とりあえず水を飲んで一休みした方がいい。ありがとう、忍。水分補給を忘れてた。助かるよ。こっから出て街ん中を転げ回りて、それか虫相撲をして。おやぶん、恥ずかしいことはやめてくれないか。こんなクソみてえなところで毎日を無駄にするなんて虚しすぎんだろ。外に行けばラーメンを食って花見だってできんのによ。ラーメン？待てよ、旅人、ラーメンといえば腹は減っているか。私もだ。質問を変えよう。このメンツの中で一番食いしん坊なのは誰だ。私ではないと思う。何ジロジロ見てやがる。俺様なわけねえだろ。きっとこいつだ、こいつ。おい、どうしてオイラを見るんだよ。パイモンはお腹が空いたか。そうでもないけど、どうしたんだ。なるほど。は？なるほどって何がだよ。私もさっき聞こえた。20日経っても空腹を感じない。そんなことありえるだろうか。そこも問題だな。人によって時間の経つ感じ方が違う。個人差があるとはいえ、これはいくらなんでも差が大きすぎる。そういや、俺様は3日から5日ぐらい経ってる気がすんのに、喉が渇いてねえし、腹も減ってねえ。食べ物を焼いたのも、飢えのせいではなく、気分転換のためだ。もともと食料は節約しようと考えていたが、不思議とあれから腹は減っていない。腹が空かないだけじゃない。体も大して疲れていないようだ。寝ようが寝まいが、それもあまり影響していない気がする。私も同じだ。休んでも体は元の調子のまま。かといって疲労感も増えていない。まるで体の状態が停滞しているかのような、妙な感覚だ。なんだかますます不気味になってきたぞ。考えただけで背筋がちょっとする。どうしたんだ。何か思いついたのか。そりゃおかしいな。それが本当ならあのアンちゃんは危険な状況にあんのかもしれねえ。あの方は仙人だ。滅多のことでは危機に陥らないはず。おそらくここでは私たちの想像を絶するような事態が起きているのかもしれない。みんな、ついに見つけたわ。あっちに新しい道があったの。どこか別の場所につながっているかもしれない。出口か。よし、出かした。
出口、出口。これでやっと外に出られそうだな。いや、そう簡単にはいかないはずだ。気を引き締めて行動した方がいい。特に変わったところはなさそうだけど。さっきこの石の壁を調べた時に妙な違和感があったの。おそらくこれには隠蔽の術がかけられているわ。この奥にある通路を隠すためのね。本当に道があるぞ。だいぶ苦労したが、ようやく出られるってわけか。イエランさんの洞察力と意志の強さには感服するな。ここ数日ほとんど休んでいなかったんじゃないか。大丈夫よ、別に疲れてないから。それじゃあ全員揃っていることだし、中に入ってみましょう。おお、早く行こう。おいら、こんなところさっさと脱出したいぜ。
違う。さ、気をしっかり持って、よく見ろ。ああ、手を下す。戦っているようだ。一体誰が？剣女盤石。風だ。ミュージックスタート。逃げられるかな？いや、キャッ！いや、いや、ああ、難攻不落、天理チョーク。できない。この声はきっとショーだ。多分何かあったんだ。戦ってるみたいだな。俺たちが助けてやんねえと。でもどうやって探せばいいんだ。足元に気をつけて。元気出してよ。いや、痛いから我慢しろよ。いや、ふん、いや、ちゃ、一緒に遊ぼうよ。逃げようなんて思わない。みんなを守るからね。難攻不落、止水の矢。ふんふん、たっ、やっ、たっ、はっ、やっ、岩山八九。逃げられるかな？いや、足元に気をつけて。
の土台を指しているみたいだ。行ってみようぜ。地面が溶けた？この下に何があるんだ？あの、ショーってあんちゃんが下にいいんじゃねえか？早く助けてやんねえと。待って、何かおかしいわ。これは、小さな裂け目のようだな。ま、生身の人間が入ってるわけねえよな。コウマ大使、ショウ、ショウなのか。おいおい、びっくりさせんじゃねえよ。あれ、これって幻か。透き通ってて触れないぞ。コウマ大使、私たちの声は聞こえるか。おい、アンちゃん、しっかりしろ。反応がない。そんな、お前たち喋った。おお、オイラたち音を頼りにずっとお前のこと探してたんだぞ。本当にここにいたんだな。でもどういうことだ。なんでお前に触れないんだよ。まるで影みたいだぞ。影、しかしなんつう偶然だ。アンちゃんが行方不明だって知ってすぐに戦ってる音が聞こえてきたんだ。運がいいね。怪我はねえか。偶然だと。待て、何か妙だ。この卑怯は異常だ。お前たち一刻も早くこの場から去れ。急いで合流した方がいいわね。コウマ大使、一体何が起きたんだ。今どこにいる。私たちが迎えに行くから、そこで待っててくれ。いや、それよりもお前らの身の安全を優先しろ。この空間はどうやら、消えた。一体どこに行ったんだ。怪我してるみたいだし、早く助けに行かないと。この近くで探索できるところとなると、おそらくこの穴の先しかないだろう。まさか怪我人に警告されるとはな。俺たちは別に危険な目に遭っちゃいねえってのに。で、この穴の中に秘密が隠されてんだよな。心配すんねえ、あんちゃん。この俺様がすぐに助けてやる。おやぶん、一人で突っ走るのはやめてくれ。犬じゃないんだから。心配無用、俺様は無敵だから。ぐあ、俺様の鉄が。どうやら穴はかなり深い。みんな気をつけてくれ。ことね、俺様のケツは頑丈だからな。痛かったら泣いたらいい。私は笑いをこらえるから。笑うのかよ。同情するところだろ、ここは。同情すればそれは親分の威厳に対する冒涜になってしまうだろう。それに痛いのは私じゃないから。笑ってはいけないぞ。大丈夫だ、好きなだけ笑ってくれていい。しのぶ、お前は鬼か。心つむがねえのか。待って、おそらくコウマ大使はここにいない。それよりも、こんな
ところに門があるなんて。なるほどな。ありゃ遭難者用の小屋だ。絵本で読んだことがあんぜ。危険地帯に小屋を建てるいいやつがいるってな。困ってる人がいたらそこで休めるようになってるらしい。あんちゃんはきっとあの中にいる。そんな気がしねえか？なるほど、それだ。いや、危機感のある人ならそんな楽観的な考えはしない。牛使い野郎、手下と意見が分かれたみたいだな。お前もうなずいてたろ。つまりお前も同類ってことだ。何喜んでやがる。だがな、忍、そこがお前が俺様より劣っているところだ。わかるか？お前らには門を開ける度胸がねえってことだろ。ならばこの俺様が開けてやる。ほら、どいたどいた。これを開けりゃ外に出れるはずだ。八鬼退散、八鬼退散。うわあ！私の目がおかしくなったのか、門の中に人がいたような。んなわけねえだろう。きっと見間違いだ。もう一回開けてみたらどうだ？おう、わかった。何度だって開けてやれ。毎日遊んでばかりでうちの子までたぶらかして退散、退散。あの人たち、豆の入ったお椀を抱えてたけど、一体どういうこと？あれは豆をまいて鬼を退治する人たちだ。親分は鬼だからな。なんつう恐ろしい光景だ。そもそもなんでここに稲妻人がいるんだよ。落ち着け。お前も稲妻人だろう。俺様は稲妻の鬼だ。人間じゃねえ。それよりもこの門はもしかして稲妻へ通じているのか？そんなわけないだろう。この場所どんだけおかしいんだよ。怪奇現象が起きてるとしか思えないぞ。開けたいやつは開けりゃいい。俺様はごめんだぜ。次は誰だ？おい、ハイモン、次はお前が行け。無理無理、おいや怖いから。誰かが代わりに。私がやろう。おう、決まれよ。門の中の奴らに負けんな。ああ、中がどうなっているのか私が見てやろう。忍、また本を読んでいるの？そんなことばかりかまけていないで、私の言う通り鳴神大社の巫女になりなさい。お母さんがあなたのために見つけたいい仕事よ。あ、今の誰だ？一体何が起きたんだ？おい、さっきの人ってまさか。恥ずかしながら今のは私の母の声だ。まさかこのようなところにまで来てまた聞かされるとは。さっき巫女になれと言われていたようだが。私は巫女になりたくなくてリーウェの学校に通い始めたんだけど、家族はそれを認めてくれなかった。稲妻へ帰った後も鳴神大社で働くよう私に望んでいるんだ。宮司のことだったらオイラも知ってるぞ。巫女ってかなりいい職業なんだろ。家の中で飼える猫もいれば野生でしか生きられない猫もいる。
私は絶対的な自由を必要とする人間だ。巫女の仕事は悪くないが、私には向いていない。そうだな。お前にはやっぱり荒滝派の方が向いてる。見ろよ、今のお前のその堂々とした姿を。お前らもそう思うだろう？ああ、私も今のままでいいと思うぞ。仕事とはやはり興味のあるものに就くのが一番だ。その点については私も同意見よ。どうやらこの門は開けた奴の苦手な門が現れるみてえだな。こんなの誰が開けられるってんだよ。あのアンちゃんが助けを待ってるはずだ。ここでグズグズしてる暇はねえってのに。他の人も試してみたらどうだ。遠慮するわ。心の中で恐れているものが現れるのなら私には試せない。この中に門を開けられる人がいるとしたら、それは私じゃないわ。どうしてだ？この原理自体がおかしいと思わないかしら。私は1ミリも信じていないの。だから何かが起きるはずもないわ。確かにお前って夢とかもなさそうだもんな。なら私がやってみよう。おお、さすが俺様の恩人、いい度胸してんぜ。おそらくあるとは思うが思い出せないんだ。でもこの門を開ければそれを知ることができる。まったく今日一日何やってたの。4キロあった塩のうち売ったのは1キロだけ。残りの 1.5 キロは人にあげて、もう 1.5 キロは酒と交換するなんて。それでいくらの稼ぎになったかわかる？はあ？店の商品を適当に売っていいと言ったのはあんただろう。なのに人にあげて何が悪い？このバカ！隣のじいさんに塩を取りに来させたでしょ。その時途中で転んで足を折ったって言うじゃない。しかもそこの息子が慰謝料を求めてんのよ。あんたって人はまったく。はあ、なるほど、民事訴訟か。さっきのは誰だったんだ？誰でもない。ただ私を悩ませた民事訴訟の縮図だ。つまり日常で起こるいざこざが怖いってこと？いや、ただつまらないことで争う人が苦手なだけだ。先ほどの案件も良かれと思ってしたことが大きな災いを招いている。善意のつもりが怪我の原因になってしまうとはね。はあ、実に残念な結果だよ。私は世に起きた問題を少しでも解決するためこの仕事に就いた。だが人の心の複雑さだけは今もまだうまくつかめていない。わかるよ、人の心ほど複雑で傷つきやすいものはない。さて、他にも試してみたい人はいるか？私を見ないでちょうだい。絶対にやらないから。言えらんよ。ここにいる全員は仲間だろ。試したくないっつってもちゃんとした理由がなきゃな。なるほどね。じゃあ正直に言うけど、私はリーユエ七世の天中園行幸の下で働いているの。仕事の内容はリーユエの重要な秘密に関わっているわ。この門を開けてもし秘密に触れてしまったら、ここにいる全員を口封じのために処分することになるかもしれない。この理由で満足いただけたかしら？おお、そうか、すげえじゃねえか。それよりも忍、天中園行子って誰だ？秘密を探っていることがバレたら生きたまま双眼鏡園から返してくれないかもしれない人。それが行幸だ。親分、この世界について本当に何も知らないんだな。知らねえとなんか問題あんのか？俺様は自由気ままな鬼だぞ。イエランって行幸のとこで働いてたのか。彼女が言わないから私も秘密にしていたんだ。ならイエランはこの門を開けない方がいいだろう。旅人はどうだ？
試してみないか？そうだな。この門を開けたら、オイラたちの探してる人がいるかもしれないぞ。行方不明のショーがこの中にいる可能性もゼロじゃない。やってみようぜ。アンちゃんが中で待ってるかもしんねえ。旅人、何か見つかったか？助けなきゃならねえ人は、アンちゃんはこの中にいたのか？その重苦しい表情、何か不快なものでも見たようね。疲れてさえなかったらオイラも一緒に殴ってやったぞ。ふい。おい、どうした？元気ねえじゃねえか。つまりあの門を通っても鉱魔耐性は見つからなかった。それだけでなく、目をそらしたくなるものまで見てしまった。この秘境、なんだか嫌な感じがするわ。常に変化しているみたいな。しかも私たちにとって不利な方向に。どういう意味だ？私もそう感じた。ここは一筋縄ではいかない場所だ。軽率な行動は控えた方がいい。ああ、私たちは鉱魔耐性の跡を追って降りてきたというのに、ここには奇妙な門が一つあるだけだった。その門の中も異様だ。自身の恐れているものを見せられる。私たちはきっと常識から外れた空間にいるのだろう。それにいろいろとあったせいか、少し疲れを感じる。ここでは疲労がたまらないはずなのに。けどまだ致命的なものではないはずよ。でなければ何も食べていないのに餓死しないことの説明がつかないわ。私たちの状態の変化が空間にどう影響を与えるかが心配だな。空腹感や疲労感に急に見舞われないよう、食事と休息はしっかりとっておいた方が良さそうだ。はい、おいら急に疲れてきたぞ。いろんなことがありすぎて心に余裕がなくなってきたのかも。喋ってたらなんだか俺様も疲れてきた。いやいや、こんなのきっと気のせいだ。考えすぎねえ方がいい。手足に力が入らなくなってきた。これまでの推測では、私たちが疲労や空腹を感じないのはこの空間にいることで体の状態が停滞すると考えたからだ。だが今の状況から判断するに、
精神的な疲弊は避けられないようだな。まだ高魔耐性は見つかっていないが、とりあえず体調と精神状態を整えるのを優先した方がいい。人助けをする前に自分が倒れてしまっては本末転倒だ。そうだな、休めるとこまで戻ろう。おい、チビスケ、大丈夫か？俺様がおぶってやろうか？兵器新速。今までずっと休んでいないのだろう。本当に大丈夫なのか。ここは予想以上に危険な場所だぞ。問題ないわ。私は集中力を必要とされる重労働が得意なの。それに君も何か新しい考えがあるんでしょ。気づいてたのか。人の表情を読むのも私の仕事よ。ああ、そうだったな。だが今はまだ初歩的な段階に過ぎない。ちゃんと整理して形になってから伝えることにする。そうね、その方がいいわ。私もいくつか考えていることがあるの。確認できたら改めて言うわね。そうかしら。今はみんなで解決策を考えないといけないからな。こんなことが起こるとはな。ああ、あれのことか。見られてしまった以上、隠してもしょうがない。まさに、あれが私の心に潜む一番の恐怖だ。巫女だけにはなりたくない。巫女として歩む人生は、あまりにも退屈だからな。長いこと荒滝派にいると、様々な場面に遭遇する。問題の後始末をするときには、今まで学んできたあらゆる知識を活かすことができるんだ。まあ、面倒事が大半を占めてはいるが、少なくとも荒滝派にいる私は、まごうことなく自由だと言える。みんなと一緒に街を歩いたり、焼きたてのスミレ売りを手に、郊外で座り込んだり。なんだかバカみたいだろ。でもきっとそれが私の望む人生なんだ。笑わないでくれよ。もし笑ったら殴らないなんて保証はできないからな。こんなことが起こるとはな。あんたも最初と比べて元気がないようだ。あの門が見せた光景が気分を悪くさせているみたいだな。いいか、よく聞いてくれ。最も重要なのは、いつだって、今の選択だ。次の一歩を踏み出す勇気が出るまで、ゆっくり休んでおくといい。一度決めたら、振り返ってはいけない。自分の選択を信じるんだ。こんなことが起こるとはな。あ、あんたもよく休んでくれ。牛を、あのもんをもう一度見つけてくれねえか。いいところに来てくれた。ちょうど牛をとそのことについて話してたところだ。門の中にいた奴が豆を投げてきたことは、まあ、多めに見てやる。だが、お前にまで妙な真似をしたのは許せねえ。ん？もう手は尽くしただと？兄弟、そんなに早く諦めんじゃねえって。もう一度試してみてくんねえか。それでもダメなら、
別のもんでもいい。外の世界に直接つながるもんを探してくれ。ああそうだ旅人、もし時間があったら少し付き合ってくれないか。話したいことがあるんだ。あそこでまた会おう。兵器新速。兵器新速。旅人、来てくれたか。今この空間について考えていたんだ。未知の脅威が潜んでいる以上、悠長に構えている暇はない。一刻も早く鉱魔体制と合流すべきだろう。しかし都合が良すぎると思わないか。お前から鉱魔体制のことを聞いてすぐにあの空間から彼の声が聞こえてきただろう。まるで恋に仕組まれたもののようだ。鉱魔体制がその場にいると錯覚させ、未知の場所まで誘い込まれたかのような。一つ私には推測がある。だがいきなりそれを皆に伝えては怖がらせてしまうだろう。先ほど見た鉱魔体制の反応から察するに、おそらく彼は私たちと別の空間にいるはずだ。だがその声も姿も私たちのいる空間にまで届いた。もしかするとこの空間はもとより錯綜しているのではないだろうか。ここにいるはずのない人、そして霊まで見えている。空腹を感じないのは体の状態が停滞しているのが原因だ。つまり私たちの時間が止まってしまっているということ。もしこの推測が正しければ私たちは非常に不合理な場所にいることになる。つまり様々な情報が一つの可能性を示している。この地下空間は時間と空間が錯綜しているということだ。しかしそのように錯綜した空間だからこそ、どこにいるのかわからない仲間の声を捉えることができた。実に不条理だな。もちろんこの空間がそれを私たちに聞かせたのであれば話は別だ。そして先ほど鉱魔体制の身に起こったことについて一つ考えがある。私たちは彼に会ったのではなく、別の場所にいた彼の姿が何らかの空間の変化により伝わり、それを見たのではないだろうか。旅人、先ほど門の中でアビスを見たと言っていたな。あの門は一見すると意地の悪いいたずらにしか見えない。あそこで私たちは怖いものを見せられただけだ。だがもしその中に入るよう誘導するものがあったら、門の向こうに何があるのかは誰にも見当がつかない。最初は冗談のようないたずらで油断を誘い、次に真の脅威によって覗いたものを捕らえる。この空間は手強い相手だ。私たちの思考を読んで手のひらで転がすように操っている。それでも私はただ黙って待っているつもりなどない。覚えているか、あの溶けた地面の横に小さな空間の裂け目があったのを。ああ、あれからは空間に干渉する術に近いものを感じた。だがそこに秘められた力は通常のものよりはるかに強力だった。鉱魔体制の出現は私たちと彼の空間が交わること、ましてや私たちに彼の声が聞こえ姿が見えることなど想定していないような印象を受けた。この空間は私たちを罠にはめるためのものだと思う。だからわざと鉱魔体制の声をここに送ったんだろう。だがこの変化が空間に裂け目を作ることを予期していなかったように感じる。つまり私たちが鉱魔体制と会話したことはそれにとっても予想外の状況だったということだ。そうだ、あれから私は戻って辺りをじっくりと調べてみた。このような混沌とした空間が交わり続ければあらゆる事象が起こりうる。だが私はこれをチャンスだとも思う。もし空間が私たちの心を利用し惑わす現象を作るのならば、旅人、私と同じように想像をしてみてくれ。
心を落ち着かせて耳を澄ますんだ。もしかしたらもう一度コウマ大聖の声を捉えられるかもしれない。この感じ、うん、そこか。はあ？イエランの現像を破る技を真似てみた。こうもうまくいくとは思わなかったがな。声はこの現像の奥から聞こえるようだ。入って確認してみよう。心を落ち着かせて耳を澄ますんだ。もしかしたらもう一度コウマ大聖の声を捉えられるかもしれない。